はい、今日は音楽家宣言というのをしようと思うんですけれども、横尾忠則さんの画家宣言っていうのをね、思い出しますけど、数年、ここ数年、ちょっと自分の音楽活動をどうしようかなっていう、悩んでるっていうことではないんですけど、なんかちょっと違う方向に進んでるというか、今の、音楽の活動を、もう少し違うレベルに引き上げたいなという気持ちは、ずっとあったんですけれども、現在やっている活動、すごくたくさんのことをやっていて、いろんな人に呼んでいただいて演奏させてもらってるんですけれども、音楽家宣言をするにあたって、これからの活動も、しっかり作品を作れるグループというか、ただ集まってセッションしたっていうことじゃなくて、しっかりと作品を残せるようなグループだけをこれからはやっていこうかなと思っています。最初の音楽を始めて、最初の頃っていうのは、なかなか仕事とかもなくて、もう何でもやりますっていう感じだったんですけれども、だんだんとそれも仕事が増えてきて、音楽で生活できるようになってきたので、これからはそういう仕事だけをやっていきたいなと思います。そしてまた、古典音楽ですね、イランの古典音楽やってますけれども、それについても、もっとしっかりと、理解を深めて、リサーチをして、現地にも行ってっていうことですね。現地とイランの音楽家たちとも、つながったり、向こうでも、コンサートができるような、そういう形でしっかりと、文化交流的なこともしながら活動を続けていこうと思います。これからもぜひ、サポート、またご支援よろしくお願いします。